2月24日の侵攻開始時には、兵力で勝るロシアが短期間にウクライナを屈服させてしまうのだろう。と、予測していた人も多かったんじゃないかな。でも蓋を開けてみれば、西側諸国の支援を背景としたウクライナが前線中しているという、予想だにしない結果となっているよね。そもそも、ロシア軍が苦戦を強いられる7月時点で、ウクライナがロシアに向けた対艦ミサイル攻撃を行っていて、これは戦争の長期化を匂わせるものだったよな。この結果、ロシアの強襲揚陸艦オルスクが撃沈されたそうだぜ。戦争の局面を変えたウクライナの対艦ミサイル反撃ついて気になるところだね。ロシア海軍の主要艦が次々と撃沈したのもこの時期だしな。今では、ウクライナが国会の制海権を奪還しているようだぜ。そうだね。さて今回は、ロ軍揚陸艦オルスクが撃沈したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2022年3月24日は、ロシアがウクライナへの侵略を開始してからちょうど1ヶ月で、侵略早々、ロシア軍はウクライナ南部アゾフ海に面した港湾都市ベルジャンシク港を制圧したのは記憶に新しいよね。当日、ウクライナ軍は対艦ミサイルによる攻撃でロシア海軍揚陸艦1隻を撃沈し、2隻を損傷させるという成果を上げていて、この攻撃は侵略され、当時は首都キーウを包囲されていたウクライナにとって大きな戦果として公表されたんだ。半月後の4月13日、ウクライナ製対艦ミサイルネプチューンが、黒海艦隊機関のスラバ級ミサイル巡洋艦モスクワを沈没させるまで、ウクライナ軍がロシア黒海艦隊に与えた最大の損害と言われていたな。3月24日に撃沈されたのは1171号計画型タピール級大型戦車揚陸艦サラトフで、攻撃に使用されたのは OTR-21 トーチカと呼ばれている、旧ソ連軍が開発した自走式戦術弾道ミサイルシステムだったんだ。1171号計画型タピール級大型戦車揚陸艦サラトフはミサイル着弾の火災によって大爆発を起こして沈没したと言われていて、大量の弾薬を搭載していたとも噂されているよ。この1171号計画型タピール級大型戦車揚陸艦サラトフによる爆発の巻き添えを食らったのが、付近にいた775計画型ロプーチャ級大型揚陸艦のツェーザリクニコフとノボチェルカスクだね。2艦ともに損傷したけど、発生した火災の消火活動を行いながら港の外に待機したため、クリミア半島のセバストポリ軍港へ帰還することができているよ。不幸中の幸いだったね。ウクライナ軍は、この攻撃を受けた際のビデオ映像を公開していて、初めは同型艦のオルスクが攻撃を受けたと発表されていたんだ。しかし、後にウクライナ参謀本部は、破壊した揚陸艦は1171号計画型タピール級大型戦車揚陸艦サラトフであるとして訂正し発表しているよ。その後7月2日、ロシア国営タス通信は、ベルジャンスク港において、1171号計画型タピール級大型戦車揚陸艦サラトフの引き上げ作業が行われたと報道していて、1171号計画型タピール級大型戦車揚陸艦サラトフはクリミア半島東端のケルチ港で修理を行うことが計画されているとも言われているんだ。775計画型ロプーチャ級大型揚陸艦は、海岸での上陸作戦で車両積み下ろしのために、船首と船尾の両方にランプドアが設置されているよ。ランプドアからは車両や貨物の積み下ろしが可能で、マックス450トンの貨物を搭載可能で、約650平方メートルの広さの車両甲板には主力戦車や装甲兵員輸送車なども収容可能となっているみたい。さて、1171号計画型タピール級大型戦車揚陸艦サラトフを沈めた、自走式戦術弾道ミサイルシステム級 K79 トーチカについても見ていこうか。6輪式の旧 P129BAZ5921 輸送機率発射機に戦術弾道ミサイルを搭載したもので、固体燃料を採用したことにより、ミサイルはよりスピーディーな展開が可能なものに仕上がっているよ。この旧 P12級は水上航行も可能であるだけでなく、化学ケミカル、生物バイオロジカル放射性物質ラディオロジカル核ニュークリアー、爆発物エクスプローシブの頭文字をつないだ CBRNEC バーン防護機能も備えているということで、かなりマルチタスクなミサイルというわけ。侵略開始当初のロシア軍の動きについても、深掘りしていこうよ。そうだね。まず首都キーウを狙い北から進撃する部隊、東のドンバス地方を制圧しようとする部隊の動きが目立ったね。その他、南部クリミア半島から北上して、西部の港湾都市ムイコラーユとオデーサ、東部メリトポリとマリウポリなどを攻略しようとする部隊があったようみたい。ロシア軍は東部ヘルソン州の複数の都市に巡航ミサイルと弾道ミサイルを発射。空軍のサポートを受けながら、2014年に強引に併合したクリミア半島を通って、ヘルソン州へ軍を進めているよ。
ロシア海軍は、黒海を海上封鎖した上で、ヘルソン州に駐留するウクライナ軍部隊への海上支援を遮断すると同時に、ウクライナ南部の港湾を利用する商取引と流通を制限してしまったんだ。そのため、ウクライナはアゾフ海の全ての商業輸送を止めざるを得なくなったな。その結果、100隻以上の船をベルジャンシク港などに停泊させることになったぜ。24日夕方までに、西方に進出したロシア軍部隊はヘルソン市付近に達し、アントノフスキー橋からドニエプル川を渡ろうとしたんだけど、ウクライナ部隊がこれを撃退して橋を奪還しているよ。その後、ロシア軍はなんとかドニエプル川を渡り、一時はムイコラーユにまで迫ったんだけど、ウクライナ軍が反攻したため7月19日時点ではヘルソン市付近まで押し戻されていたね。ヘルソン州から東に向かった部隊は25日メリトポリ市内に侵入しており、ここでウクライナ軍との激しい市街戦が展開されたんだけど、同日夕方までにロシア軍がメリトポリ市を制圧し、さらに北東のトクマクもロシア軍が攻略するところになったんだ。前述の部隊は、その後ウクライナのアゾフ連隊が徹底抗戦を続けているマリウポリ攻略に向かっていたんだけど、途中にあるベルジャンシクを制圧しようと攻撃を行ったんだ。2月27日にはベルジャンシクを包囲し、翌28日に陥落させたロシア軍部隊はさらにマリウポリ包囲に参加するため東へと軍を進めたってわけ。ロシア軍は、アゾフ連隊がマリウポリ市民と立てこもるアゾフスターリ製鉄所以外のマリウポリ市街地のほとんどを制圧したことによって、東部ドンバスルハンシク州、ドネツク州とクリミア半島を結ぶ回廊を形成することに成功したよ。しかし、広大な敷地面積と地中深く広がるシェルターを備えたアゾフスターリ製鉄所で抵抗するアゾフ連隊との戦闘は長引き、製鉄所を制圧できたのは5月16日のことだったな。ベルジャンシクは2月26日に陥落、ロシア軍支配下に入ったよ。ロシア軍は3月14日から、ウクライナ南部に展開する部隊とマリウポリを包囲する部隊を支援するための物資陸揚げの中心として港を使用していたんだ。3月21日にはロシアのメディア、ズベズダ氏が、ベルジャンシクに水陸両用輸送艦が到着したと報道しているね。これについて、ロシア海軍士官の一人は黒海艦隊による物資輸送の可能性が出てきた。画期的な出来事だ。と表現していたみたい。このようなことから、ベルジャンシク港に停泊して地上部隊の補給を行っていたロシア黒海艦隊の揚陸艦を沈めたことは、ロシア軍にとっては南部前線への補給への問題につながったってわけだな。腹が減っては戦はできぬというし、兵士の食料確保を無視して精神だけで戦わせようとした旧日本軍の鉄を踏む愚かな国は今は存在しないと思うよ。こうして補給に問題を抱えた南部戦線ではウクライナ軍の反攻が開始していて、ゼレンスキー大統領の依頼に応じて、西側諸国から長射程の精密誘導弾 M982 エクスカリバーが発射できる 155mm 榴弾砲や、長射程の高機動ロケット砲ハイマースなどが供与され、兵士たちの運用訓練が終わったので続々と前線に配備され始めていたんだ。ウクライナに侵攻したロシア軍が、南部ヘルソン州に設置した統治機関軍民行政府の発表によると、18日ドニエプル川近くのノバカホフカにある水力発電所がウクライナ軍によって砲撃されたみたい。この攻撃で警備員2人が死亡したのもの、施設自体は重大な損傷を受けなかったとも言っているよ。ところがここに新たな事実が判明していて、実はこの日、この発電所にプーチン大統領の側近キリエンコ大統領府第一副長官が視察に訪れていたんだって。副長官は無事だったと言われているんだけど、ウクライナ軍による攻撃はキリエンコ大統領府第一副長官を狙ったのではないかと指摘する声が多いよ。ウクライナはその情報をどうやって知ったのかな？高官の訪問は限られた人数にしか知らされないはずなのに。ロシア外務省ザハロワ報道官は14日アメリカがウクライナに情報を提供し、ハイマースの攻撃目標を指示していると主張しているよ。11日にはアメリカ製の高機動ロケット砲システムハイマースがノバカホフカのロシア軍弾薬庫で破壊したとウクライナ軍が発表しているから、18日の水力発電所攻撃にもハイマースを使用したと見られているんだ。その一方、18日にショイグ国防相がロシア軍司令部を訪れ、ウクライナ軍の長射程攻撃兵器の破壊を命じたことを発表していて、言うまでもなくハイマースなどを念頭に置いたものだろうね。ロシア軍が、ハイマースなどの長射程攻撃兵器による後方の兵站攻撃に対して危惧していることが明らかになり、こういった兵器がロシア軍を弱体化させることに有効ということが示唆されているという見方が広がっているみたい。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。